ったらスコーンっていかないともうダメダメになっちゃう、うん、頭の中にあったものって現実化できるんだっていうことがやっと今わかる、うんうん、でこれできますかって言われてできませんって言いたくなかったからすごいジョーカーやジョーカージョーカージョーカーもうなんなら世界のスーパースターになれますかどうですかみたいなところをずっと考えてるから夢があって生まれてきたっていうのはものすごい幸せなこともうダンスはつながるためにあるなんか人類が一つになるためにあるただのツールなんだよね生きてきてなんで遊ばずに俺死ななきゃいけないの遊びまくりたいんだよね俺は では、KMDS の皆さん8月の特別対談ゲストにですねなんと横に座っているジェシカ・ラボーンさんが、登場してくれましたジェシカありがとうございますジェシカ・レイボーンですありがとうございますレイボーンごめんここが大変大切なところですねレイボーンですねレイボーンはいなんかでなんかであの RABO、うん、RN NE だな NEなんかで、ラって見ちゃった気がして、レイボンなんだ。レイボン、いや。カタカナで言うと。まあ、ラボネっていう人もいるし、まあ、てかラストネーム使ってないから。アメリカでは JJ、日本ではジェシカ。うん。この前ね、たまたま俺が普段来てる、まあ、まさにここなんだけど、このアンプっていう、その、リハーサルスタジオの駐車場でまたちょっと再会をしましてね。でそれでそこからなんか本当に僕のちょっとプロジェクトにも少しご協力していただいて素晴らしい踊りをちょっと披露していただいたんですけどその流れでちょっとこの前も少し動画アップしたりしたんですがちなみにこの前の動画アップしたんで何の動画俺らが存在のあるないとか宇宙の話をしてるみたいなそれをまた見てほしいんだけどそれリンク送ってくれないのいやてかこれをきっかけにちょっとこのドリームサロンにも入ってもらえたらなというか、まあ、いつでも見れるから、ねはい、はい、っていう感じでででもそのジェシカとこの前久々にたまたまなんだけどたまたまじゃないんじゃないかみたいな感じでその再会してからのちょっと本当にこの8月の特別対談これ1ヶ月に1人だけそのゲストにいつも来てもらってで本当に多種多様の人になんかその今までの軌跡だったりとかそして今後の、まあ、奇跡をいろいろ語っていただけたらなとそれと同時に俺も今自分が何やってるかっていうのを本当にざっくりいろいろ話していくっていうような感じなんで、4週にわたっていきますこれが、1週目です、はい、で本当に来ていただいて来てくれて本当にありがとうって感じです、はいMC がうまいねいやいやいや今もう寝起きすぎて45分ぐらい前に起きて今ここに座って喋ってる自分をちょっと今褒めてあげたいですけれども午後1時半ですけどね、今ねそうなんですよ、はい、本当にね生活がおかしくてそれこそ昨日もちょっとディスカッションを深夜3時から4時半までやったりとかしたんですけど、でも本当にこの企画に俺は個人的にちょっと本当ジェシカがぴったりだなと思っててでそれの理由はほとんどあれなんだよね聞いたら同じ時期に、うん、多分ロスに来てて俺は2006年の4月なんだけどいつも今年10月2006年、まあ、半年後半年、うん、で学年的にはジェシカが、1個したんだね1個したでそれはごめん俺本当にここで改めてジェシカのことをいろいろ皆さんにも知ってもらいたいし聞きたいんだけど、俺は21まで、まあ、本当大学を3年間行ってきたんだけどジェシカはどういうタイミングでどういうモチベーションで何をきっかけにその2006年10月にこう来るっていうのはどういうことだったの私は日本でダンスを始めたのが17歳でちょっと遅かったので高校生の時にそうなんか友達がダンスクラス行くけど一緒に来るって言われて、うん、あこれだ私がやりたいダンスと思って行ったらブレイキンのクラスだったんだけど高校の中にダンス部みたいなのがあったうんその高校に行ってた友達がそのクラスを受けに行くっていうそのダンススタジオにダンススタジオにね私はダンスやりたかったけどどうやってダンスをすればいいかもわからなかったのははダンススタジオに行けばいいという答えを知らなかったから、うん、ちなみに東京どこ川崎川崎って言うと神奈川だ神奈川県、うん、まあ近いよね東京にまあまあすぐ渋谷とか全然すぐ行けるし、うんうん、でまあだからダンス行くから来ればって言われてああ行きたいって言ったらブレイクダンスのクラスでシックスステップとかベイビーフリーズとかしてちょっとこれじゃないなみたいなでまあその時にスケジュール表を見てあこうやっていろんなジャンルがあるんだって知って、うんうん、まあ1週間に2回ぐらいクラスを受け始めたのがきっかけそれが17歳。あじゃあ当時何その高校の時に部活とかそういうこととかもやってなかった部活やってなかったジョリーパスタでバイトしたね
あ、じゃあその本当にバイトとかじゃない時間を体を動かすってことで言うと、初めてそういうダンスっていうところでちょっと身を切り出したみたいな。でも1週間に1本2本クラス受けるだけじゃ、うん、まあぶっちゃけ何もならないんだけど、まあ、でも趣味は始まった感じ。やっとなんか、はいはいはい、こうやってなんかかっこよく踊るんだなみたいなところに入ってて、で17歳から21歳までダンススタジオ通って発表会出たりとか。それは川崎のダンススタジオ？それはね、代々木のビートボックス。お、ビートボックス行ったことある？私ビートボックスに行ってたの。ずっとビートボックス。佐久間さん、佐久間さんてか4年間ビートボックス。おお、代々木のね。そうだよ、俺も何回か行ったことあるよ、もちろん。あ、そう。で、あそこにいたんだ。あそこに毎週いた。俺ちなみにビートボックス何で行ったことあるかっていうと、まあこれはまた俺もね、なんていうの、そのなんか自分の固い考えかもしれないんだけど、俺はダンス始めた、本当に初めてこう始めだしたの18の時ね。大学入ってアメリカに行って、あ、じゃあごめん、東京に来てみたいな時に、ビートボックスがワークショップをたまにチラチラなんかやってて、その時に俺の勝手なあれはもう、アメリカ人、アメリカの黒人の人に習わなかったらもうこれダメだっていうところでそのなんか、情報を見つけて、でそれがビートボックスだったりすることが結構あって、うん、で行ってた、うん、だからグラフィティのね、ちっちゃいけどね、スタジオ的にはそんなに。ちっちゃい。でも壁にさ、サインとかいっぱいあってさ、ほんといろんなアメリカ人が来るとこじゃない、まさに。いや、でもあそこにジェシカがいたんだ。そしたらもしかしたらすれ違ってる可能性もあると思うと怖いよね。多分あると思う。でも、そう、そこで私も黒人先生に受けてたし、フランクっていう。フランク受けた、俺そのフランク受けたことあるぜ一回。あ、そうなの。フランク受けてた。じゃあさ、ちょ、まあないとは思うけど、うん、いや、ないと思うな、うん、でもだって、まあいたら多分、うん、俺その言ったって分かると思うんだよね。分かるっていうのは、そのなんかこう、あ、なんかこの人もなんかこう、すいいなとか分かんないけど、で俺もそ、例えばじゃあその時全身赤とかで髪の毛三つ編みこんなんとかだったから、絶対あの人なんか何かを狙ってんなっていうのは多分あったと思うのね。もう10代の時はもうなんていうの、ちょっと完全になんていうんですかね、今のような格好でもまたなくて、全然ちょっと違ったんで、形から入るというか、もう黒人のものが好きすぎて、そのもう、それも、まあ、中学校の時から特にひどかったんだけど、そのもし7回ってね、5年ぐらい、その10代の時だったらもうかなりもう3つとにかくまず三つ編みでした、常に4つか5つぐらい。私もパーマとか編み込みだったの。あ、そう、もう BK、 日本で言う BK って言ってなかった。あったね。かっこいい。そうなんだ。そうだよ。だ、そう、あそこのスタジオしか通ってなかった。で、21歳の時にそのショータイムがアメリカから日本に来て、ワークショップして発表会のピース出しますよっていうオーディションをした時に、それに受かってアシスタントになったの。その時だ、彼の右腕としてグワーってやった時に、いや、やっぱり日本人のやっぱクラスを受けてきたけど、その人たちが求めてるものはアメリカで、だからアメリカのものを真似してちょっとやってる人から習うんだったら、直接習った方が早いじゃんと思って、じゃあもう直のとこ行こう。おお、面白いね。で、行くって決めて、もう3ヶ月後にアメリカに来た。ちなみに、その俺はその時よりももうちょっと多分21でいたでしょ、前の時に俺ショータイムがその頃も日本に来だしたんだよね。そうそう。で、US サーブとかあそこら辺の時とかなんかで、で、その時になんか日本のクラブでそのショータイムっていうね、そのダンサー、うん、ニューヨークだよね、うん、で、その当時だから今から言うと16年とか15年前だと思うんだけど、で、踊ってたらすごい、なんか当時まだ VHS だよね、うん、の映像を見せてくれる人がいて、うん、で、見たんだ、うん、で、そのショータイムがゲストでやってるクラブのやつなんだけど、ほんとね、何がもうすぐすごいと思ったんだけど、そのすごいと思わせるところのポイントの、俺が少なくとも思ったのは1個のターンなんだよね。で、その全部いいんだけど、その1個のターンがまあ、そのなんて言うんだろうな、なんてかっこいいんだろうっていうターンだったのね。で、それはなんかこう、誰だってターンできるんだよね。で、いろんなターンの仕方もあるし、誰だってターンってかっこいいんだけど、もう何でもないかのごとくに、ふんって、こう、ふんってターンをしてるわけ。で、この、ふんってターン、で、周りもターンしてるんだよ。でも彼のターンって、それを俺見たとき、もうまだ、ちょっとほんと、ちょっと何言ったら、暗いところで擦り切れるんですよ。白い衣装着て、ほんとにスッてターンしてるだけなんだけど、あ、達人なんだなって、もうそれだけで分かったっていうか。それスーツ着てた？着てない。間違いですかだから、なんか、
あの確かねイベントの名前ギャングスタブギーっていう、イベントでなんかほんとほんとちっちゃいステージを乗ってるやつだったんだけど、もうそのターン1個でってなんかあ俺はそういうのを見て本当にやっぱりもうなんていうのアメリカマイケルの国行かなきゃっていうのがあったりしたのね。だからなんか多分それで違うんだけど、うん、なんかちょっと共通項も多分どっか今見つかったと思うんだけど、うん、そのなんかビートボックスっていうのは一個のキーワード的には俺的にはなんかそのワークショップがあそこで何回か 2,3 回あったやつを行ったのと思うの。でそれ全部黒人のなんかそのインストラクターというかそういうものだったのね、うん、オポチュニティだったわけ、うん、で多分ジェシカもなんかそれがいっぱいあまたあるスタジオの中でなんかそういうものを多分なんかたどり着いてる、うん、で結果的にはやっぱアメリカだけやらなきゃったんだっていうね、そうなったんだよね本当にことなんだよね、うん、じゃあそのスタジオだけを5年間ぐらいまあ完成から4年ぐらい行って、うん、何をそのだからショータイムのそのイベントのまあアシスタントをやったのをきっかけにもう行ってしまおうと、もうその瞬間にもうこんなに近くで働いてこんなに自分がやりたいものを教えてくれる人がいる、うんうん、でもその後にそのアメリカに行く前にでももしかしたら日本にも誰かいるかもしれないって言って、うん、ビートボックスのほぼ全クラス来たの、うん、全員、うん、もう片っ端から、うん、でもやっぱどっかピコンってくるとこがなくて、うん、そうでもあダメだなやっぱ違うと思っても、うん、飛んじゃったね。まあそれがね本当になんか、うん、俺もそうだね10代の時に何か俺は18の時に18から19になる時に初めて、まあ、あの旅行というかツアーみたいな感じで1週間なんかアメリカに来るってやつがあってそれ来てもうここだなと思ったんだけど、まあ、3年間悩みに悩んだけどその後そう2年半ぐらいかな、まあ、とにかく悩みに悩んだけどもうこれしかないって思ってで行ったよね。でまあ21になって来てからはもうなんかもう間違いなかったなと思って本当にこう気づいたら13年目ですよ。すごいですね。私もです一緒ですね13年目。でもその3年悩んだっていうのは今のケントの感覚としては、うん、今はもうないでしょその悩むとかもうスコンっていかない。いや俺ね意外にものすごいなんて言うんだろうなこれ今ジェシカ知ってるけどさ例えばじゃあ意外にそういうのなんかパッてやりそうでしょ俺意外になんかねそういうとこってほんと慎重になったりとかなんかこうイメージが本当に自分がやりたいことってまた、まあ、言ったらさいつもなんだけどさちょっと極端なのね。だからちょっとやってそこら辺になんかこう自分の中でやってちょっとじゃあまあ踊れたらいいやとかいうようなことじゃないんだ。ダンスの時もそうだったんだけどだからやるなら頂点まで行きたいってどっか思っちゃうからじゃあもう一人の俺が言うわけ。そこまでお前はやるのかやりたいのかって言った時に、うん、どうだろう今の生活と比べてとかいろいろ考えちゃって3年間かかったんだけどだからそこがその3年の理由だったよね。やるのであればもうマイケルのステージに立つまでなりもうほんとそれ世界一のダンサーって自分が思えるぐらいにならないんだったらやりたくないぐらいの感じなの。わかる？このゲームをやるんだったらもう全クリ当たり前だけど最高記録出したいって思っちゃう人だから歌とか音楽にしても今まで知ってたの絶対にそれがやりたいのは知ってたんだ。だけどそれでもうなんなら世界のスーパースターになれますかどうですかみたいなところをずっと考えてるからなんかもっとハードル低ければ多分パッてやってみるんだよね、うん、そうだねなんだけど極端すぎてまあ20代全部使って結局30になって初めて人生の終わりを考えてあ違うとやらないと俺人生損するわ人生後で後悔するわと思って今のチャレンジもやりだしてもう今はそっからはもう全く疑いの余地なくもうバーンなんだけど、うん、決まればバーッといくってことそう、ね、私の携帯はあれさっきからすいませんちょっといいですか全然言ってくださいそれ以上に俺は隣の部屋のことが大丈夫かと思ったけどでもこのマイクすごくちゃんと拾えるんで大丈夫です大丈夫ですかあれナイトモードにすればいいのかな、うん、私はもうこれだって分かったらもうスコーンっていかないともうダメになっちゃう、うん、潰れちゃうから、うん、もうだからこれアメリカ行くしかないって思った瞬間にもうチケット買う親にも説明する、うん、でも親もやっぱりすごいサポーティブで、うん、アメリカ行きたいんだけど、まあ、お金を貯めないといけないよねっていう話、うん、そしたらなんかでも今ここで3年間お金を貯めてさアメリカ行くってその3年がもったいない、うん、お金は気にするな今すぐアメリカ行けって感じだった、うん、だからもうほんとみんな後押し家族、うん、お姉ちゃんもそうだしとりあえず来て私は2週間かなこっちで2週間生活して、うん、あここだ、うん
もう帰りたくないって思った。そこはね、俺もね、またね、一個ね、似てるとこあって、あのうちの家族と、あのうちのパパがそうやってされたからっていうことなんだけど、うちのおじいちゃんから、その学生の時は学ぶっていうのが学生であって、仕事なんかするなと。で、その後、その仕事を社会に出た瞬間から、もう一生涯仕事しなきゃいけないんだから、男は。それで言うと、いつ学ぶんだ、今学べと、学生の時代はっていうところで、パパも、おじいちゃんがね、その学生の時、大学卒業するまでは、本当に完璧にサポートして、っていうところから、自分が本当にその社会に出てったっていう経験があって、うちはもうその、なんかずっと小さい頃入れたんだけど、学生のうちはもうバイト一つするなみたいなことで、だから俺したことなかったのね。だから人生で本当に学生時代にバイトって本当したことなくて、で、まあだから自由をくれたよね。で、そんな中で俺は3年間で行ったじゃん。大学行ってたわけ。で、その4年間の3年間あって、で、あと1年、これ学費も含めて、もう1年しかないと思った。俺が何か学べるのは。うん、で、その時に、まあ、大学にあと1年行っちゃったら、もう俺は社会に出なきゃいけないっていう焦りがすごくあって、でも俺はもうこの、昨日思い立った話じゃなくて、実は本当にそのマイケルを初めて見た13歳の時からもうずっとそこに恋焦がれてたのを知ってたから、まあ親も同じだったよね。じゃあこの1年その大学にね、なんかそこで時間を過ごすんじゃなくて自分の夢に向かっていった時に本当超サポーティブで、もう心配するなってことでやらせてくれたから、まあこっち来て集中できたなとは思うね、あの時。うん、でもさ、そのなんか頭の中、よく昔20歳ぐらいの時に友達が10年後ビジョンできるかってい う話で盛り上がって、で10年後を描けないとそこに向かっていけないみたいな、うん、でも私全然描けなかった、うん、そんな先のこと今しか考えれなかったから、うん、でも今になって34になってやっとやっぱり子供の時からあったビジョンとか夢とかすごい時間かかったものが叶うと、うん、あ、本当に、うん、頭の中にあったものって現実化できるんだっていうことがやっと今わかる。でもそんな若い子に言っても別にそんなの本当とかって思っちゃうかもしれないけど、なんか正直休憩ダンス出るのも私9年半かかったから。9年半かかったってのはいつから9年半の来た時に正直休憩ダンステレビで見てこの番組に出たいって思ったら、ですぐその次の年かなんかオーディションしたら、うん、もう一次予選でもうカット、もう青、その時八千代が通ったの。でも私が入れなくて、ですごい泣いて、私なんてもうダンス本当向いてない、 こんな、うん、なんか1000人いるところからなんか700人に切るぐらいなレベルのところで切られてるから全然ダメじゃんみたいな。それ初年度の話、もう来てすぐ、来てすぐの時、まあ、でもまあちょっと自信があって来たから、やっぱりちょっと日本でチヤホヤされてさ、あ、アメリカでは全然通用しないんだなと思って、でもその時にやっぱその悔しい思いがずっと残ってて、毎年そのまた今年オーディションありますよ、また今年ありますよっていうのを、いや、まだ今じゃないって言って9年かかって、あ、じゃあ9年間ずっと逆に言うと行かなかったの、他その後怖くて行けなかったの。あの時のリセクションがもうすごい、もう昨日のように覚えてるから、もうダンスやめた方がいいんじゃないかって思って自分を追い詰めた記憶がすごい残ってるから、面白いね。でも行きたくないってもう無理って言って、またこの、そのでも9年目にして、今回はそのエージェントから今年やりますかっていう連絡来たんじゃなくて、なんかふっとそのショーのことを思い浮かんだの、ある日、うん、ある曲を聴いてる時に、あ、この曲でふわっと踊りながら、なんかああいう番、あの夢の番組出たら面白いのになーなんて思った時に、そういえば今年のオーディションってどうなったんだろうって検索したら3日後だったの、うんうん、でそれで、はー、これはもうキャンミスって感じだな、これ行くしかないだろうと思ってオーディションに、でそれでそのオーディション見つけた瞬間に決まっちゃったね、決まっちゃったし、しかもその番組って30歳までしか出れない番組、うん、18歳から30歳、面白いね、なんか M1 グランプリみたいな、あの芸歴10年までしか出れないそうなんだ、でそれで29歳だったから、もうこれ逃したら、はい、もう毎年なんか来年、あ、まだ無理って言ったけど、もうこれ逃したらもう次がないっていうところまでいて、これはもうやるしかないと思ってやったら通ったのよ。で、あれは何だから、じゃあなんかそのテレビに出る前にその一次選考とか二次選考とかがあってみたいな、そう本当に1000人ぐらい集まるところをもうざっくり切られてって、うん、でトップ20まで行くとライブショーに出れるっていう、あ、初めてテレビ出るのはトップ20もうそのまま存在してなさなきゃいけないんだ、
そう、まあでもオーディションの情報とか流すけどね、もちろん。はいはいはい、はい、でもトップ20でこうこれから競っていくっていう番組。あ、じゃあ逆に誰だね、じゃあテレビに出てる人たちはもうみんなもうそこまでに一旦オーディションもかなり勝ってる人たちが出れてるんだね、あそこね。まあでもその、 あのステージでオーディションしてる風景は、まあ、一次予選か二次予選を通過した人かな、うん、そうだね。うーん、でもわざと上手くないけど面白おかしく残される子もいるわけ。テレビ的にこんなダンサーが来ましたみたいな。そう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 。でも20に残るにはそうだね。でその経験はどうだったの、その So You Think You Can Dance。 あのちなみに俺も So You Think You Can Dance オーディション行ったことないんだけど、あのその現場は 2,3 回ぐらい行ったことあって。なんで？あ、じゃあのニーヨとかあの、うん、パフォーマンスするじゃん。あ、それであのあこういうところでこういう感じでやってんだとかやっていう、なんかそのなんかちょっとそういうのを一瞬だけ垣間見て、なんかその時仕事したからなんか 2,3 回ぐらいかなやったことあったけど、もうほんとそれだけだよね。でなんかいいよね、本当にそのダンサーにそのスポットを当てた、うん、こうある意味、ね、日本でいうゴールデンタイムの番組なのじゃん、うん、でそれがなんかダンシング・ウィザ・スターズとか、なんかあのベスト・ダンス・クルーとか、うん、もうなんかアメリカズ・ガッ・タレントとか、もうアメリカも4つ5つぐらいあるじゃん、もう冠番組が、うん、あれは本当素晴らしいよね、うん。え、未だにちなみにソイスリンキュンキュンキュンやってるの？やってる、今年もまだ、すごい、ね、もう 今新しいシーズンやってるかな。いや、まあ私はすごい一番お姉さん、20人中私が一番年上だったから。で大体の番組って18歳から30歳で、18歳にやっと慣れて出れるみたいな子たちが多い番組で、 usually だから30で入ることはなかなかないくて、だから若い子たちがまあうじゃうじゃいる中で、もうこれで私はもう LA に引っ越すんだみたいな子たちが出てる番組、はいはい、私はもう LA もう近所に住んでるし、スタジオからもう仕事してきたから、うん、まあもう一つの仕事という捉え方でやらせてもらって、じゃないとバトル番組だから、みんなこう笑顔でイエーとか言ってるけど、やっぱどっかで絶対刀持ってるわけで、今週は絶対お前が切られるみたいな感じで絶対みんな思ってる、でもね、まあ、隣でこう見てて話聞きながら思うけど、で、まあ、30でとかって言って、で今34でって、まあやっぱ当たり前で、これすごいダンサーの、俺ダンサーってある意味サイヤ人だと思うんだけど、ドラゴンボールっていうところの本当若いよね。あ、そう。いや、まあぶっちゃけ18って言ってもいけるでしょ。18は無理。22、3ならいけるかもしれないけど、10代は無理無理。いやいや、いけると思うよ。これ、俺、それは自分が思ってるだけで、多分18って言って、信じるアメリカ人とか海外と全然いるでしょ。20代かな ?10 代はない。22、3。22、3。うん。いや、本当にこれ、マジで34かなと思って見ちゃうよね。あの、何やっぱもう、これさ、でも本当踊ってる人たちってさ、なんかまあ何モーストリーっていう感じだけど、全員が全員じゃないかもしれないけど、やっぱ若いよね。やっぱりそのストレス発散法をナチュラルにできるのが大事で、歌うこと、泣くこと、踊ること、まあ、体を動かすっていう意味で、その何かがやっぱ自然とできる仕事ってすごいラッキーなことで、うん、体を動かすのが仕事で、こうやってこんなに感情を自由に表現していいって、そんな素敵なことはないじゃん。そうだね、やっぱ9 to 5だとやっぱりこう、いや、我慢、ここで食って言われたら、いや、我慢とかなっちゃうけど、まあ食って言われたら、ブワーって踊って、そこで発散すればいいわけだから、うん、こんなラッキーなことないよ。いや、だから本当あの、そこがダンスのね、もうあの最高のうまみの一つだよね、それはね。本当に間違いない。うん、いやだからあのね、まあこれは本当にあの、チャプター1なんで、うん、なんだかざっくりバッとその奇跡の今までの始まりのところをちょっと話させてもらったけど、ちょっとあのまだまだもう少し細かく具体的になんかこうキャッチアップしたいところがあったりするんだけど、でもなんか今聞いてると、あそこでパッて駐車場でな、まあ1週間ぐらい前、10日前に会うんだけど、それまでにもね、ジェシカとは何回かいろんなところでアメリカでなんか多分10回ぐらいは会ってると思うんでも、ほんと仕事もしたことない、なんかこうなんていうの、なんか本当一緒になんかセッションしたこともそんなない中で、でもどっかやっぱりなんかこう共通するものがなんか全然違う場所だったりあったりするからこそ、こうして座って今喋ってんだと思うし、うん、それをこうバーッとなんていうの、あの短い時間だけどなんかこうなんていうの、こう振り返るっていうのはすごい俺にとってもなんか整理されるというか、うんうんうん、だからすごい面白い、同じ世界のダンスという世界だけど、知らない俺の知らない世界をこう見てきて体験してきてやってきてもいるしっていう感じ、うん、だからちょっとまあ、次の週はもう少しいろいろ質問したいんで聞かせてください。はい。
というわけで、今月の特別対談ゲスト、ジェシカ・レイボーンさんでした。すいません、ラボーンじゃありません、レイボーンです。はい、ありがとうございました。